色白よしみは日本の男性漫画家である。2010年、キルタイムコミュニケーション発行のコミックアンリアルボリューム23に掲載された悪魔聖堂アリエルにて商業誌デビュー。その後はコミックアンリアルと生意気を中心に成人漫画読み切りを発表。2012年には初作品集、柔らか女の子を上司。同年生意気。 2012年1月号から初連載となる、あやまち、はじめまして、を開始した。同作完結後も、同志2013年10月号から、寝取らせられを連載。同作は、アニメ化、実写化された。2017年より、一般青年誌、ビッグコミックスペリオールにて、外周一色、の連載を開始。もともとは、王道の少年漫画を目指していた。大学では、 人類学を専攻したことが、過ち、始めまして、を描く下地の一つとなったという、パソコンにてデジタル作画している。ネットで知り合った漫画家の江野木智之と結婚していることを単行本の巻末にて明かしている。結婚の馴れそめは、個人ブログにて報告しており、自作品の感想を竹書房についての掲示板から探している中で興味を持った漫画、世界が、 景気になる確率の感想をメールで送ったことが出会いのきっかけ。余談ではあるが、えの木ともが竹書房から商業デビューしたこともまた偶然であり、それは手当たり次第に入手した雑誌類の中で漫画賞の締め切りの近かった雑誌、ビタマンに投稿し採用されたことであると明かしている。現在は二児の父で結婚から3年間は、 妻の実家のある愛媛県松山市に住んでいたアシスタント時代の先輩に佐久間力がいる。また結婚後は妻の江野木智之がしばしばアシスタントとして参加しているといい外周一色。ではヒロイン坂井道留の劇中漫画を作画している。ありがとうございます。